はい、あと 300m で薄い峠、旧道の方に向かいます。まっすぐ行くとバイパスの方行きますけどね、今鉄道文化村を横に見て、はい、こっから薄い峠、旧道になります。18号線、よいしょ。今日は天気が良かったから良かったな、いつもね天気悪い時に薄い峠来てるんで、雨の時だとかね、今日は天気が良くて良かった。やっぱ行いがいいのかな、悪いんだろうな多分な、行いのいい時は天気悪いんだけど、行いが悪いと天気がいいんだ、わかんないけど。これライブ放送できれば一番いいんだけどな。ライブ放送できねえからさ、参っちゃうんだよ。1000人以上からだよな。なっちゃうな。チャンネル登録1000人。帰ってくるけどね。で終わったらまた荻野屋さん行って、あの釜飯買って帰りますけどね。峠の湯ね、峠の湯もいいんだけどね。よっしゃ、薄い峠行きますよ。はい、これより薄い峠です。コーナーが多いですよって、曲がり角が多いです。はい、第1のコーナー、第2のコーナー、第2のカーブか、ね、中だ。はい、薄い峠来たよ。121までちょっと行ってみる、頑張ってみる。はい、坂本ダムね。
ガネ橋があと 600m ね。あ、ここにほら道路があるからね、あの鉄道の穴があるから。私もそろそろだ。あんまり焦らなくていいよ、ゆっくり行くね。橋に着きました。眼鏡橋です。本当はな、帰りでいいか。また後で来ます。
98 99 100、
キロだもんな。もう終わりよ、はい、180個もあった、180近くもあったコーナーがカーブがあるんだな。はい、もうこれで終わりだね。140、はい、薄い峠終わりです。薄い峠に来たら荻野屋さんに行こう。エンド。